コロナが明けてきてき、ね、これから海外にどんどんその製品の輸出も始めていきたいなというふうに思っていたところでやっぱり中国って一大マーケットなんですよね、まあ、そういった形でもう完全に一方的に輸出禁止というふうになったのはかなり厳しいというかあの、まあ、正直残念という気持ちが すごく強いですね下関市で水産物の輸出入を手掛ける海生水産売上はコロナ禍に2割から3割落ち込んだものの昨年度はコロナ前を超えるまでに回復しました松井大輔代表は今回の中国の輸入禁止措置の影響は大きいと見ています、うん イカとブリでですね、まあ、そのあたりを中心とした輸出額で、やはりまあ2億近くのものがあるんで,です、ね、まあ、それは全体の中でやっぱり4%から5%ぐらいの割合にはなってくるんで、まあ、影響としては非常に大きいですね海生水産は、中国の青島と上海に子会社や出張所を構え、中国との輸出入に力を入れてきました。 輸出は売上の1割ほどを占めますがそのうち8割は中国です来年以降は為替に左右されない安定経営を目指して輸出を増やして輸入と輸出を同じ割合にする計画ですその計画に欠かせないのが中国市場です海外展開の中で やっぱり中国が占める割合っていうのは、すごく大きかったんで,で、それは私たちがあのチンタオに現地法人を持っているということもあって、その現地法人と一緒になって、中国のマーケットをえ開拓していこうというふうに言ってた矢先にまに、こういったことが起こってきてという一番の板では、輸入禁止に水産加工品も含まれたことです。 例えば日本の魚じゃなくても日本で加工したものをですねそういった商品とかもこうまあ輸出するのがだめになってくるとかその他のいろいろなところに影響してくるんじゃないのかなというのが一番怖いところですよね。アアアメリカや他のアジアのジ地域など 中国に代わる販路を模索する方向に、舵を切る考えですやっぱり私たちが望むことは、そういった制限なしに、いろいろとこう自由にできると一番いいんですけど、まあ、そこのあたりは、その様子、状況を見ながら、商売をしていくしかないなという。コロナ禍からのの回復の矢先突如吹き始めた逆風に 苦慮しています